にちは、市川彩子です。私はワンちゃんのご飯やおやつの作り方を教えたりレシピ提供するお仕事をしています。私がどんなきっかけでこの仕事を始めてどんな思いで仕事をしているかはぜひ基本の犬ご飯作りの動画をご参照ください。動画で全てを伝えることは難しいのですが、いくつかポイントをピックアップしてレシピをお伝えしていきます。では始めていきましょう。今日は基本の犬ご飯の魚編、タラと野菜の犬ご飯です。電子レンジを使ってパパッと作ります。それでは食材の説明をします。本日の食材はこちらです。3キロの正拳1日分で作っていきます。体重別の与える量は後半でお伝えしますのでご安心ください。まずマダラです。食塩を使っていないものを選んでください。今日は皮なしタイプというものが売っていたのでそちらにしました。 150g です。炊いた玄米、白米でも大丈夫です。消化の点では白米の方がいいのですが、玄米の方がビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富なので私は玄米を好んでいます。炊くときは5時間以上水につけてから炊くことをおすすめします。今日は 40g です。人参、目の働きを良くするビタミン A が豊富です。冷えによる胃の痛みの緩和にも使われております。今日は 20g です。パプリカ、通常ビタミン C という成分は加熱によって破壊されやすいのですが、パプリカには熱に強いビタミン C が含まれています。 20g です。えのき、きのこ全般がそうなのですが、ベータアグルカンという成分が免疫力を高め抗がん作用があると言われています。 20g です。キャベツ、今日のレシピではすべてまとめて加熱しますが、胃の粘膜を保護するキャベジンという成分を積極的に取りたい場合は加熱しないで使うといいでしょう。 20g です。油は今日はエキストラバージンオリーブオイルを使います。体内で作ることができないリノール酸やアルファリノレン酸という成分を豊富に含んでいます。オリーブオイル自体は加熱に強い油なのですが、今日は加熱しないで仕上げにかけます。小さじ2分の1杯使います。そしてお水 50ml です。続きまして食材を切ります。タラはだいたい2センチ角ぐらいです。手で隅々までよく触って骨があったら必ず取り除くようにしてください。その他の野菜はだいたい1センチぐらいに切りましょう。油以外の材料をすべて耐熱容器に入れます。ふんわりとラップをかけたら電子レンジに入れます。ではまず600ワットで2分ぐらい加熱していきます。電子レンジから出したばっかりのものは熱いので気をつけてください。タラの様子を見てみて、まだ生のようでしたら10秒から30秒ぐらいずつ時間を追加して完全に火を通していきます。人肌ぐらいまで冷めたらお皿に盛り付けてオリーブオイルをかけて出来上がりです。
体重別の与える量の目安はこちらです。このような数字やカロリーはとても役に立つのですが、数字にとらわれてほしくないというのが私の考えです。与える量の目安はワンちゃんの額の体積ぐらいを1食と考えていきましょう。うちは1日2食あげているので、額の体積分を朝晩2回あげています。今お皿に入っている分ぐらいですね。タンパク質、今日はタラです。穀類、今日は玄米を使っています。野菜やキノコ類が2から1対1対1ぐらいを目安に盛り付けましょう。私はワンちゃんのご飯を作るということを飼い主としてはもちろんなのですが、それだけではなくてお仕事としてやっておりますので、お皿やスタイリングなども気にしていますが、普段のご飯に関しては見た目を気にしないで大丈夫です。うちはいつもゆっくり食べれる食器を使っているので、この食器でご飯をあげています。では実際にうちのバニラちゃんとビスケ君に食べていただきましょう。いかがでしたでしょうか。この動画のシェアは自由です。何か少しでもお役に立てることがありましたら、お友達や周りの方に勧めていただければ幸いです。また私はブログもやっていますので、ぜひ犬ごはん先生で検索してください。以上、講師は市川彩子でした。